わくわく発見南島原のコーナーです今回は口のつ町にある少し変わった名前のみかんク年ンについてお送りします9年に母と書いてク年ンなぜこのような名前が付けられたんでしょうかク年ンの歴史について詳しく知る口のつ歴史民俗資料館海の資料館の館長原田立夫さんにお話を伺いました 中国の三歳図という昔の辞典を調べますとねみかんは大きく分けて「かん」と「きつ」と分かりますだから普通私は「かん」「きつ」とみかんのことを言うんですが実は「かん」の方は「くねんぼ」のことですそれから今私が食べているのが「きつ」いわゆる「立花ですねとに分かれるようですで「くねんぼ」というのはその先ほど言いました「かん」の方ですがとりわけ「くねんぼ」というのは「かん」の中の「乳かん」としてあります。意味を考えてみますと 9年というのは長いということを意味しますよねで、みかんというのはあの未生から種から育てると桃り3年、柿8年、みかんに至っては15年とか長い年月と必要とするわけですよだからその9年というのについたんでしょうそれから母というのは多分ですね乳幹ということはおっぱいの乳ですからお母さんを意味するのかなと思って付けられたのではないかなと私が勝手に考えております発作よりも少し小さい9年母は雲州みかんよりも種が多く その厚い川からは独特の香りがします。そんな九年後ですが、南島原の歴史と深い関わりがありました。私は学生自分にあの堀田芳恵さんが書かれた、あのお見なりの底からという小説がありますが。この中にですね、島原の時に天草城が。幕府から捕らえられていた甥っ子の。小兵衛とお母さんだったか、お姉さんだったか。お、幕府が城に派遣するんですね。 もう戦争をやめなさいとところが天草四郎は「やめないよと」とその帰りに自分たちの城にはまだたくさん食料があるんだともう実際はあまりなかったんですけどね紙袋にまんじゅうとみかんとくねんぼと芋柄ですから里芋でしょうかねそれを入れてもたして帰るという場面がこれは歴史上の実際の話として出てきますのでねじゃあくねんぼって何だろうかということでここの資料館に来て。 調べてみようと思ったところですねここで原田艦長は口の津ならではの仮説を立てましたインドシナ原産としてありますそうすれば南蛮船がインドシナを通って口の津に入ってくるわけですから南蛮船がここにもたらしたんだろうという推測をして調べかかったところもうインドシナにもありませんでしたフィリピンにもありませんでした沖縄にもありませんでしたところなんと私の足元にあったと いいうことに驚いたわけですそれはですね口のつには国立の果樹研究所といって万感のみかんを専門に研究する研究所がありますここがその1,000種類以上あるみかんの中の一番元になるみかんとして年の木が2本あったんです口のつの歴史と結びつけ九年坊を探し出した原田館長ですが現在市場には一切出ていません。 柑橘と先ほど言いましたけれども缶の方がクネンボとでこれがあ,のあまり皮の方に良くない成分があるということでこれが立花の方にほとんど変わっていくんですねで今私たちが食べている雲州とかあデコボンとかポンカンとかいうのがありますけどこれは全て橘の部類の方に入っていきますやっぱり味のいいものに変わっていく人間の思考は当然そうなっていきますからね変わったんではないかなと考えてますけどね。そうやってだんだんもう消えていったんですね。 当然そううだろうと思いますこれを使って何かその口の都の地域おこしに貢献できないかということを考えましてね皮が独特の臭みといいますかきつい成分がありますが実は風邪予防それから花粉症に非常に特効成分があるとだからこれにもこれから考えていきたいと思ってますしまたあのこの皮をですね乾かして,そしてこれを饅頭を作りをしてるんですよ。よまんじゅうと言ってだからこの山田作も 当然このまんじゅうを食べていたんだろうと思ってこの例えば春の桜祭りとかそれからマリンフェスタの時に口の土師段会の女性部で中心になってまんじゅうを作ってもう作ったらもうとにかく作るのが間に合わないくらいに大受けです「よもさくとは以前この番組でもご紹介した山田えもさくのことで口の土町出身の南蛮絵師。 島原の乱で天草城を率いる一揆軍が全滅する中唯一生き残った人物ですよもさくまんじゅうは口の津町民は誰もが知っているよもさくと九年棒を受け継いでいきたいという思いで作られましたそしてこれからもその思いは変わりません国立の果樹研究所が静岡県に置きてい,と,いところありますがそこに持っていくことになりまして ただ一生懸命あの働きかけをして結果ですね。その技術部門はお狐全部行ってしまうんですが。その栽培の方はちょっとこっちに残すようなんで。えー、それは楽しみにしとるんですが。実は九年部というのは、その利用価値がないということで。もう日本とも切られてしまってるんですね。ただし。ちょっとあそこの知り合いの人が。鉢に残してくれてますし。またここにも二枚、二八残しておりますので。これをこう畑に植えてもらって。多いように増やして。えー この町おこしに貢献したいねと思ってますしこの民族資料館いっぱいそういう資料がありますのでぜひあの見学においでていただければありがたいですね口の津歴史民族資料館海の資料館には9年もの歴史を知る以外にもかつて口の津で暮らしていた方たちが残した生活用品や農業器具、石炭の積み出しに使われていた道具など 口の津の歴史を物語る品々を展示しています9年後の歴史と合わせて地元の名物とまで言われる原田館長の軽快なトークもぜひお楽しみください口の津歴史民俗資料館海の資料館の電話番号は050-3381-5089 050-3381-5089です